おはようございます。おはようございます。届いたね。いい感じ。この刺繍がいいっすよね。タオルももらって色がいいっす。今日でもレンも。あ、レンおるんか。杉山来るか。杉山。熊本から。はい。もしかしたらですけど。ね、テンション高いもんな。最終的にじゃんけんこんだけ話し合ってこんだけ話し合ってじゃあ杉が決めるあじゃあそうします。
いい、1、2じゃなくてもいい、あ、別に3でもいいよ、なるほど、なんでもいい、マックスすげえ反発もらえてるかもね、これはやばい、わからんってこれ、マックスタイム出たね。よかったです、マジで。43.8。まあちょっと、ね、非公式やけど。でも体感で速かった。近？体感？近いっす。あ、近い。体感と視界で。ああ。速かった。速い感はありました。え、2回目回転数上げるの意識したんですよ。ああ。ほぼそのままで。だ見るともうちょい。コンバインのやつとかって早いなと思ったんで、あ、確かにね、まあでも嬉しいは嬉しいっす、陸上トレーニング 4回目やからね、まだ、確かにそうっすね、間違いないっす、うん、あと100回やるから100回こういう時腕振ってないから、そういう時も脱臼した時もあるって言ってた、40ヤードで、何歩で40ヤード行ってるか分かる、うん、40ヤード何歩、いや全くわかんない、じゃあだこ19から20歩でいくからってことは1秒あたり5歩いってるわけ、4秒で走ってますね、だから1秒でこう1個やるで、これを1秒間に4しか振られへんかったら乗せても5秒かかる、ちょっと遅いね、あ、オッケーオッケーオッケー、パカスめっちゃ綺麗、いい感じですか、オッケーオッケー、ナイスナイス、あ、いいっすか、リーダー誰、今日熊本から来てるから、あ、じゃあお願いします、熊本リーダー、熊本リーダー、熊本リーダー、じゃあこちょやったことない、じゃあこちょ、両方ちょっとやってから、両パンパン、もう一つポンポン、うん、パンパンパンポンポン、なんかまあこうやってマックスとね、タカトだけじゃなくて、なんかどういう年が近い人ですとかね、それこの上こうやってどんどん高め合ってで、まあ、横にも上にも下にも伝染していけたらもっと多分チーム強くなってくると思うんで、継続してできるようにやりましょう、よーよー、もう一つ2回目って最後決めないか、最後は自由なんや、自由なんでいいさよいさとかでもなんとかの一緒でもいいみたいな、よーっ、おい、一つ、おいしょ、よし、ちょっと曲がったね、ちょっと曲がった、迷いがちょっと迷いだったね、もう小さい時に見てお風呂入れなくなって、それ1週間ぐらい続くんですよ、自分が記憶しちゃうんで、いや俺そんなレベルじゃないよ、1ヶ月ぐらいですか、いやもうそんなレベル、一生のに近い、もう忘れないですね、あの学校の階段3とかで、あ、そういうのももうダメなんすね、あの66尾とかそういうちょっとこうちゃけた、はいはいはい、ちゃけてるやん、ああいうのって階段レストランとかもダメですか、あ、もうそんなの全然無理よ、自分の寝る前のおすすめは紅の豚ですあれは一切怖いシーンなく、ね、ずっと陽気な感じで終わってくんであとベッドタイムストーリーっていうディズニーの、あ、それ知らん、これは夢をちょっといいっすか、話しちゃって、ああ子供いない人が、おじさんが、うん、お姉さんかなんかの子供を扱ってって言われて、まあ1週間ぐらい一緒にいるんですけど、子供たちになんか寝る前にお話聞かせてよみたいな言われて、自分で作った話をするんですよ、ちょっと次の日にそれが正夢になるんですよ、子供、あ、ちょっとミスったそれホラー口調で言われてなえ、そうなんですよ、お前ホラー口調で言われて明るくやってもらってマックスお疲れ様です、ちょっと練習はなかったけど自主練はできたね、自主練はできました、あとタイムも、うん、いいやつ出たんで指導すけど4秒38、よし、じゃあね。
お疲れ様でした解放されてめっちゃウキウキしてるわいや練習も楽しいですけど、やっぱ力抜けたら、まあ、オンオフの切り替えはね、はい、大事だから、ね、激しくいきます。激しくオンオフしていきますじゃあねありがとうございました。バイバイ。お疲れ。お疲れ様です。